寝言かどうかこの拳ではっきりさせてやろうじゃないか山崎。くだらねえ。この俺を倒すなんて100年早いんだよ。はっ、イーストサイドパークであっさりやられたのは誰だったかね。あれよ、俺の実力と思ってもらっちゃ困るね。そうだかね、ハッタリだけはうまそうだからな。どうぞ。くだらねえことばっかり言ってっとしまいじゃ締めとくが。口だけは達者なようだな。そういうやつほど実力は大したことないもんさ。あ、てめえに言われたくねえもんだな。トランクス野郎。なんだと。おい、ペリー、の相手は俺にやらせろ。ギースの相手は譲ってやったんだ。今度は俺の番だぜ。ギースを倒してきたか。ああ、そいつはいい。なら秘伝書は持ってんだろ。俺は秘伝書なんかに興味はねえ。だがてめえにくれてやるほどお人よしじゃねえんでな。何、てめえが持ってんならいいさ。てめえを倒して奪い取ればいいだけのことだ。おい、俺を無視すんじゃねえよ。こら、ペリーの前に俺様が相手してやる。俺様が相手だ。きてめえなんざ眼中にねえんだよ。とっとと失せな。なんだと。もう許せねえ。俺のスクリューで一発 KO にしてやるぜ。そこまで言うなら相手してやる。ただし俺じゃなくてこいつとだ。おい、フランコ、このイカれたパンツ男をぶっ飛ばしてこいや。フランコ、やりたかないが、ジュニアのためだ。俺は別に構わねえけどな。だけど、あんたが山崎のために動くことはないぜ。どういうことだ。さっきチンのヘリの中でパオパオカフェから連絡を受けた。マリーがあんたの息子を無事救出したそうだ。それは本当か。ああ、なんなら確認してみるか。ジョー、フランコをパオパオカフェ2号店まで案内してやってくれないか。おいおい、それじゃ山崎の相手はテリーがやるってのか。こいつにはイーストサイドパークでの借りがあるんだね。そいつを返さなきゃなんねえんだよ。わかったよ。その代わり後でお前が俺の相手をしろよな。出なきゃサウスタウンまでわざわざ来た意味がねえからな。ああ、いつでも相手してやるよ。おい、おっさん、早く来な。息子に会わせてやるからよ。テリー、ジョー、すまない。礼はマリーにいな。実際に救出したのはマリーだからな。どいつもこいつも、くだらねえ。くだらねえのはどっちだ。遺伝書探しも結局はてめえの一人芝居だったな。一人芝居。そりゃどうかな。てめえを倒せば秘伝書は手に入るのに、秘伝書さえ手に入っちまえばこんな町なんざ用はねえ。秘伝書自体この町に必要ねえ。てめえを倒してとっとと処分させてもらうぜ。だから寝言をほざくなんて言ってんだろ。てめえが俺に勝てる見込みなんざ何に一つもねえんだよ。てめえこそ寝ぼけてんじゃねえよ。イーストサイドパークの時同様あっさり KO してやる。かかってもいい。遊んでやるからよ。Thank you.
何様の秘伝書か知らないが、そんなくだらねえもんこの町には関係ないぜ。くだらねえか。テリー・ボガードか。会わなくてはならないようですね。なんだ。デルタ・パーク。ここは一体。あの山崎を倒すとは大したものです。でも私に会ったことをあなたは今から後悔するでしょう。私の名はジン・チョンシュ。探している秘伝書は2200年も前に記したものです。3本の秘伝書が揃えば完全体として復活することができるのです。あなたには関係ないことですが、首を突っ込みすぎた。さあ、こちらへどうぞ。全世界を操る完全体だ。何をふざけたことを。ふざけてなどいませんよ。3本の秘伝書が集まること自体2200年前から決まっていたことなのです。じゃあ何か。俺が2本の秘伝書を持ってここに来ることも決まっていたことだとでも言うのか。その通りです。結局のところあなたたちは踊らされていたに過ぎないのです。冗談じゃねえ。親父がタン先生から秘伝書を譲り受けたのも、その秘伝書のために親父がギースに殺されたのも、俺がギースやクラウザを倒してきたのも、全部2200年前に決められていたこととでも言うのか。所詮あなたたち凡人は完全体になる我々ジン一族に逆らえない運命なのです。てめえ神にでもなったつもりか。完全体になれば神になったも同然となるでしょう。全世界は我々ジン一族の前にひれ伏すのです。ふざけたことを。2200年前の亡霊に好き勝手にされてたまるかよ。あなたはまだ何も分かってないようですね。完全体になっていないとはいえ、あなたには私を倒すことなどできないのです。やってみなきゃ分からねえだろ。わざわざ山崎みてえなチンピラを駒にしてるようじゃ大したことねえ。利用できるものを利用したまでです。私は初めから彼には何の期待もしていませんでした。山崎を哀れだとは思わねえか。その腐った考え方が気に食わねえな。人を何だと思ってやがる。言ってるでしょ、仁一族にひれ伏すのがあなた方の定めだと。チッ、どっちにしても押し問答かよ。ならこの拳で答えを出してやる。乱暴な人ですね。いいでしょう。無駄な抵抗というのがどういうことなのか、その体に答えを刻んであげましょうか。言ってくれるぜ。てめえなんざパワーゲイザーの一撃で終わりにしてやる。さあ楽しみましょう。どげんしたのかね。Hey!
弟。よくも私の可愛い弟を。絶対に許さんぞ。生きてここから出られると思うなよ。まさかもう一人いるとは思わなかったぜ。合わせておいて覚悟はできているんだろうな。ふざけやがって。完全体だのなんだの、そんなくだらねえことばかり言ってるからだろ。2200年も眠ってるから寝ぼけちまったか。たかが凡人が我が仁一族に逆らったことを後悔させてやるぞ。てめえも弟と同じ目に合わせてやるぜ。意気があるなよ。後悔することになるぞ。答えはこの拳で出してやら。とうとう。くそ、迅速拳。なんだ今の技は。速さが弟の比じゃねえ。どうした、まだ終わりじゃないぞ。なるほど、言うだけのことはあるってことか。来いよ。来ないのならばこちらから行くぞ。天磁拳。天元拳。なぜお前は弱いのだ。まだだ、まだ終わっちゃいねえぜ。これで最後だ。テーマはゲイザー。なんだとなんだ今の技は。のれ、まだそんな力が残っていたとは。なかなか楽しませてくれる。これで 50-50 ってとこだな。これからが勝負だ。行くぜ。Yeah!
ジン一族に流れる英雄の血は長い年月とともに野望に姿を変え兄弟の肉体を支配してしまった。ジン一族が信じた不死身の完全体は歴史が作り上げた幻に過ぎなかった。テリーボガード役、橋本聡。アンディ・ボガード役、難波圭一。ジョー東役、檜山信行。知らぬい舞役、曽木アコヤ。ギーサワード役、コング・クワタ。望月総角役、石井浩二。ボブ・ウィルソン役、森川俊之。本風役、森川俊之。ブルーマリー役、生駒晴美。フランコ・バッシュ役、コング・クワタ。山崎隆二役、石井浩二。ジン・チョンシュ。ジン・チョンレイ役、山口勝平。やっと終わったぜ。いやー、今回は疲れたな。何せ最後の強敵が3人もいるから、さすがに疲れます。ま、この俺様にかなうやつなんざいやしねえがな。お、言ってくれるじゃねえかよ。じゃあ、ああ、嵐を呼ぶ男は今も健在だぜ。今回は5人の新しい顔が見られるから、別の意味で彼らも嵐を呼んでいると言えるかな。どうだ、このサウスタウンの居心地は。悪くないですね。パオパオカフェ2号店はいい店ですし、パイオニアプラザもいいところだし、結構広くない。この街は空港や駅や港は当然として、大きな水族館や遊園地もあるし、ナショナルパークや古風な公園まであるし、何でもありってとこかな。まあいいじゃねえの、あって困るもんじゃねえし。そりゃそうだ。ところで、あの水族館にいたおじいさん何者なの？ふんどし一枚で泳いでたけど。知らない。何なの4人揃った。まあいいけど。テリーのところにも猿がいましたね。ウッキーって言うんだ、可愛いだろ。兄さんが猿を飼うだなんて似合わないわね。ほっとけ。ジョーがいたナショナルパークにはワニがいましたが、ジョーが飼っているの？いや、あれは後で唐揚げにして空気だろ。おい、あれはナショナルパークで飼われてるワニだろうが。まあ、いろんな場所があっていろんな人がいる町ね、ここは。そこがこの町のいいところさ。またこの町でみんなに会える日を楽しみにしています。その時はまたこの俺様がかっこいいところを見せてやるぜ。皆様のお越しを
心よりお待ちしておりますよ。それじゃあまたいつかこの街で会いましょう。その日が来るまで See you again!That's Terry Bogard. Go! Step outside. Come on!
OK、アクション。電撃だ。なんちゃって。OK。サウスタウンに新たな影が忍び寄る。やつは誰だ。ネオジオ CD ガロー伝説3。ジェリー、I miss you.